はい、というわけで、さっきエイトとエイトとちゃうわ。もう言うと思った。はい、というわけで、大砲ジムエイト君、はい、よろしくお願いします。はい、今日は来ていただいて一緒にトレーニングしてもらいます。はい、今日は肩と腕を。時間あったらちょっと腕。そうですね。はい。ということでお願いします。よろしくお願いします。はい、しばき回してください。はい。しばき回して。やっぱ何もついてない時でもしっかり自分で入れれないとウェイト入っても入れれないです優しい補助されたらそれは女の子好きであるわそんなことないっすね触ってるか触ってないかわからんようなソフト感じでも補助ってそういう系、ね、はい、マジで下手くそな人補助入ったらストレスなのよ。ああ、わかります。例えばどんな感じですか？例えば自分の上げてるスピードってすごく重要にしてて、はい、このスピードから例えば補助がガンって上げると一瞬抜けるんよ、はい、そんなんされたらもういらん。ああ、確かに。あともう逆に上げなさすぎるのもたまに言いますよね。そうそうそういけるいけるみたいなばっかり言うけど今は欲しいみたいな。そう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 でお腹いっぱいの時にもうなんかデザートくれてみたいな感じもういらんねん今いらんねんみたいな欲しいの今ちゃうみたいなお茶お茶みたいなそうそうそうすごく難しい、うん、そうですね、これは難しいし、ビッグスリーが特に難しい。確かに。よし。今体重いくつですか？76ぐらい。じゃあ大会の時から4ぐらいかな。ああ、そうなんだ。4で収まるってすごいな。4？ 何キロ？ 85。結局はもう69やでけ。そうっすね。15。四捨五入15です。でも69までいったってすごいよな。73、4ぐらいで仕上がってたもんな。そうですね、2月の大会は75で仕上がってたんで、まあそこからまあこんなに落ちると思わなかったです。まだ落ちるみたいな。あのモード入ってもたら落ちるもんな。落ちますね。それこそカーブアップしても落ちますね。逆にな。はい、すごいな。いやいやいや。で、今無くみだったから減量もスタートした。無理ですね。スイッチ入らんみたいな。よくよく予定をこう確認したら、あ、これ無理だなって気づきました。まあ、でもやっぱ世の中いろんな方がいらっしゃるじゃないですか。外食を良くする方、そんな僕も今結構ご飯に誘っていただくんで外食が増えたんで、その中でも痩せることができたら、そういう人たちにもこうもっと説得力つけれるかなと思って、もっとダイエットが楽に広がるしな。だから外食をしながら痩せます。素晴らしい、はい、はい、でも
今最近俺結構ハマってやってるのはサイドレンズからの限界来たら、はい、ダンベルアップライトローに切り替える。あ、ローイングででもちょっと相場入ってもいいからダンベルアップライトローの時は。ついてますか？大丈夫ですか？感覚としてはもうないんですけど。これわかるわ。やけこれ。やけ。めちゃくちゃわかる。動けねえ。もういいね。すごいな。マジででかい。え、エイトな、なんか野球でやったの？僕バレーボールです。右あ両方やってました。右も左も打つ。右がちょっとこう内線してる感じ。あれは右で、もともと右利きです。一緒なの。フロントボールちょっと取りにくい。こっちこっちがこれですか？逆かな。こっちですか？うん、こっちの方が取りやすいです。フロントポーズはこっちの方が取りにくい。あの肩甲骨の動きが悪いです。え、肩甲骨の動きが悪いです。あ、左の方がやりやすいです。ビクッとの幅、この横の幅。新チャンスあるんで。
となすごいすごいことが起きてんの。はい。これ通るクラスの一応プロだよね。はい。で大地くんミドルクラスのぐらいです。はい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 。で俺の身長ちょっと高いの。はい。で俺が腕短いって話をしてて、はい。こますかつって手を挙げてこのセンター目。はい。大地くんと俺こんなに。で、ケイヤと合流して、はい、その話になって、マジっすかって言っとったら、はい、俺とケイヤ一緒やケイ君だってショートっすよね。うん。だからその時腕に違う写真撮ってんねんけど、高いそんなにっすか後で見てもらったら。うん、3人で手上げてこの長さがもうめっちゃ短いんですよ。で、エイト君は長い方。いやもう、もう、やばない。言うて何センチ身長？78です。3センチしか変わらないの。ええー。これ175だ。はい。ほらもう3センチどころじゃんこれ。本当ですね。そんだけ短い。バレーボールしかない。確かに。伸びたよな。なんて俺野球してたけど。確かに。やったら右手だけ伸びてやるのおかしいよ。なんかお辞儀してる。あめちゃくちゃ張ってる。ドンドン。二重キックはきついよ。しかも止めなしやで。だって16の時僕後ろでマジかって言いましたもん。出てた。そう燃えるタイプだから。
飯食うぞやばい方岩ですね。重さミスった。軽かったですか？うん。マシンによって全然違いますね。リアミドルです。こっちに。これが俺好きなんよ。変態ですけどね。モデルです。次の大会の時も違うカテゴリーとかなってないですか？それはあなたです。間違いなくないです、ないです。確か将来的に行きたいですけどね。2、3、4、大手君は今多分この辺引っ掛けてるはず。俺がさっき狙ってたのはここなんや。
三角筋のチューブ、ミドルってここやけど、リアってここやん。これをどこに フォーカスするかはもうこの角度で決まるから、引いてくる向きとこの上体の起こす角度、うん、前とやったらここ、うん、これこの重心移動も案外重要になってくるから、うわこの持たれる勢いで抜けちゃうから、ね、でこれ結構簡単、もうバンザイ仕上げるだけで結構入るから、ね、これ重たくない？大丈夫、はい、裏剣ね、裏剣もう一個肘前やわ、 Y の字、上から見たら Y の字になるよ、はい、そう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 、バンザイバンザイバンザイ10発止めたかんで、もう一個前、うん、上で裏剣して、裏剣、うわはい、ゴー、はい、はい、ヘッチ、はい、はい、9、ラスト。1でもう無理って思ったのに。やべえ、そろそろ気づくんですよ。これ、むくみじゃない。今はサムネで。これがもうマジで動かんのよ。マジで。ほんまに。1、2、3、4、5、6、7、8、9。まだ行きます。おいしょ。もう無理、動き待ってる。痛い。よかった。いや、20行こうと思ってんけど、ほんまに動かん、これマジ。やばい、もう。いい。なんだこれ。強めに握ったら取れ。つかめる。ロッククライミングできる。こうやってロッククライミングできる。確かに。肩のリアでロッククライミングをしてみた。できる。これはできる。すげえ。まあまあこれ初級編ぐらいのつかめるみたいだけど。痛い痛い痛い。今ので痛い。一番今回のステージで感じたその自分の克服する点はどこですか？ポージングですね。はい。君は体はいいからポージングだよ。はい。圧倒的に。エイト君なんかフリーポーズ長かったと思うけど。そうですね。なんかあった？なんかアマチュアの時は次の人呼ばれるんですよ。だから僕3分の1ぐらいしかできなかったんで。ですよ。プロの時も呼ばれるんだろうなと思ってずっとやってても誰も次呼ばれないんですよ。だからもう一回やったと呼ばれるまでやったんですよ。呼ばれないんですよ。でも僕バリエーションないんでもうないと思って頭下げて終わりました。もう勘弁してください。もう終わりですって。終わりです。そしたら2分でしたね。1分ですよね。1分2分やった、ね、で結果あのファーストボールで一番最後に終わり、一番最後やのに挽回して5位までいった。すごいっすねそれ。逆におらん、すごい。逆に伝説作ったから。待ってる時どっちかなって思ってましたもん、もうだってもうそんな
最下位か。フリーポーズで順位決まるって言われてる世界やからそれを最下位からもう逆転やで。ここまで上げたから、そう、ここまで登り詰めてたんです。すごいね。いや、もうあの時すごいポジティブだったんで、後ろで待ってる時、残り3人ぐらいの時に、あ、これ圧倒的すぎて呼ばれてねえ呼ばれてねえのか逆にな、はい、って思ってたんです。そしたら最後呼ばれて、フィルマさんが、今のはフリポーズの表現力の高さじゃんですみたいな。だよな。だよな、だよな。そっから挽回しましたね。挽回しすぎ。軸も全然違うって言われてますけど。では来年はそこで成長率見せていきたいですね。しょ。自分の写真見てどっちもやべえなと思いましたね。そっちはそっちでやれんし、むくみはむくみでやれんし、いろんな意味じゃん。いきますか。いきましょう。もうシンプルにダンベルリアレンジして、はい、限界来たらこっちのむくみ切り替える。はい、でも一番この下のラインのここをね、やってみる。ちょっとキックバックしてるイメージで、肘は曲げ伸ばしせずに、もうこれで、もう多分もう何しても入るから、ただ後ろにこの動作で、フロントポーズで、ガン、ギア入れる感覚で、はい、その辺はもう天才やから、やったら分かるから。ですよ、ですよね。これはもうマジで、リア取れる。もうなくなりますけど、肩、フロント取れて、チューブも取れたら。あれですよ。もう6、7、8、9。これね、僧帽で捉えてないから、ここが開いたままになってるんですよ、ちゃんと。はい。1ですかね。はい。3。はい。9。はい。10。9。これもティップス、これ胸にいいよとか言って、もう結構何年か前やけどやってたけど、やっぱ3頭がすごい得意で胸が苦手やから、もうめちゃくちゃこれ3頭入るじゃんみたいな感じだったら、胸狙いのティップスで3頭発達しましたぐらいの感じやったから、だから3頭得意なの。
うん、でもうそうそう胸苦手でってこういろいろ勉強して習ったりとかして、その胸の入る感覚が分かってからもう今はもうディップスでめちゃくちゃ入るから、だから3頭も一切疲れてないし、そうそう、それは素晴らしいですね。これでもすごいストレッチをかけて多分やってたよ、はい、3頭その時は気づかず、はい、でいつも3頭も筋肉痛だったし、はいはいはい、そうそう、マシンやったらディップスの幅も変えれるのか変えれないがありますもんね。そうやね、ちょっとただ広めやったからちょっと狭い方がやりやすいかな。はい、これはね、シンプルにこのポイントで力こぶ作ってあげるんですよ、ギュッて力こぶ作ってあげる状態でこのまま押し、自然にちょっと肩関節が動くぐらいの位置まで押し上げたんです。わかるかな、わかるかな、そこの君、くぅ、ぐらい見たいですね。あとの5 あと5です、今から1 2 3、あーすごくいい、4すごくいい、あー最高ですね、すごい、見てて気持ちいいですもん、ここにや帰れるやつです。でこの感覚でダンベルキックバックこうやってる感覚でやってあげたり、このポジションまで来たらこの感覚を入れてあげるんだ。で3頭で、あこれもう無理やなこっち向いた方がいいな、ムギュッと、スープのムギュッとこんなんですよ色も、いくらですか、いくらですかそれ初めて聞いた言ってたけど、ここのセパレートうわっ
よいしょ。よいしょ。1、2、3。すごいね。4、5、6。カッチカチ。7、8、9、10、1。これ腕短いから届かんのよ。ラスト。え？ラスト。ラスト。ここで来たら腕の短さがめっちゃ出たもんよ。見ないで。すごい。覚えてないでしょ。いいマジマジマジ。いやすごいわこの外側頭のこの付け根。わかる？はい。これがこうこうギューっと。ああいいね。体力の勉強してみたい。ギュッとギュッと動くもんねこれ。ああいいね。あと15無牛はみたいなこれ。あいいね。うわ素晴らしい。すごい盛り上がり。これね外側と知ってるかな。君も知ってるかな外側。あと10。はい。1。カモン。2、3、4、5、6、7、8、9。ラスト。オッケー。来た。今ので三頭の痛みは消えました。もう一回行こうかな。キックバックの容量すごいわかる。キックバックの容量わかるやろ。ただあーもうちょっとクリアな状態でしたかったかもしれないですね。入れ替えるか。1でもうブルブルいやあれだ追撃を追撃してた。やばい。足がかっこいいですね。肩から数えて腕から前腕へのということで数えていきましょう。いきます。1、2、3。残り5で4、5、6、7。ラストワンです。ナイス。何も、何もしなくて。なんか、絞れてる人見るの面白いですね。めっちゃお気楽ですけど。絞れてる人見るの面白いですね。つい1ヶ月前やったの。
から。強い。こっから。こっから。うわ。仕上がるんじゃないですか。仕上がる。トレ中に仕上がられた。仕上がっちゃいましたね。ああもう伸びひん。めっちゃくちゃ腕太くなってない。やった。これは。でかめのマウスです。でかめのマウス。そう。でかめの。やばいことになった、ちゃんと。え、な、何センチあるんですか。40.5 とか。40.5。この前。絞れてそれですもんね。選手やったっけあれ。そうですよね。そう、選手を測って。絞れて45。絞れて40.5ですからね。僕絞れてなくて40ぐらいですか。マジで40ぐらいですか。うわよし、なんか俺の腕が、あ、そう足りない。もうなんか補助されすぎてあんま上げてる感覚なかった。開けました。よーい、スタート。最後も1。あれも、はい。2、3、4、ラスト。上げ。きっちー。はい、いけるところまでやろう。リップする。1、2、3、4、5、6、7、8、もうちょっと下まで行こう。9、10、足手前に置いて、はい、1、パーシャルパーシャル、はい、早く早く、2、3、4、5、6、7、8、
センチぐらい増えたんです。でもマジここめちゃくちゃ腫れてる。えぐい。うわぁ、いった。びっくりした。腫れてる。腫れてる。えぐい。めちゃくちゃ構えてた。めちゃくちゃ貼ってるわとか思いながら。これ僕がはいって言うのかなって思ったんですよ。あ、はい、8チャンネルです。そうそうそう。あれみたいな。あ、すいません。はい、はい、というわけで、どこトレーニングしたっけ。肩や肩、もう腕痛すぎて、もう肩もあんだけ痛かったよ、もう忘れてたぐらい。そう、肩腕をトレーニングしました。でもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。また大阪来た時一緒にトレーニングしてください。あ、ぜひお願いします。というわけで今日はこんな感じで終わります。はい、よかったらチャンネル登録お願いします。で、エイトもチャンネルやってるから、はい、チャンネル名はエイトチャンネルです。エイトチャンネル、はい、ぜひ検索して。あの、爆食いめっちゃしてるから。あ、今日も出ます。出たのかな。うん、はい、減量中の人とかそれ見て、ちょっとね、はい、僕の食べてる姿を見て腹を満たしてください。腹と心を、はいはいはい、というわけで今日はこれで終わります。はいはい、またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 Triple double, don't be subtle, whoa. Let's go get it.